はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、続きをやっていきたいと思います。スウィージの森のモンスターを倒しましたので、次ですね、貿易都市ドーターの方へ向かっていきたいと思います。レベル上げはもうすでに済ませてありまして、ちょっとここでジョブとかを見ていきましょう。ジョブは文句でいきます。で、文句の固有アビリティは剣術にアイテムをつけて、で、オートポーションもついてます。で、さらにですね、ナイトの重装備可能を、覚えさせて、文句でもね、鎧と兜が装備できるようになって、ヒットポイントがね、だいぶ底上げされてます。で、プラスしてムーブプラス1になってますと。要は火力も高いし、防御面もこれで不満はなくなったので、ある程度の基礎はもうこの形かな。で、最終的、本当の最終的なジョブはやっぱり暗黒剣士を目指したいんですけれども、その前としてはやっぱり二刀流だね。忍者の二刀流をつけて2回ぶん殴りたい。剣士らしき男、知らないって言ってるだろう。嘘を言うな。お前たちがやったことは分かっている。ギュスタブはどこだ。知らない。伯爵はどこだ。どこに隠したんだ。いえ、これが最後だ。どこだ。砂漠、砂ネズミの穴蔵、北天騎士団か。見習いだけどね。どうやらドーターまで来た甲斐があったようだな。あの男は50年戦争の終わりの際にイグーロスで見たことがある。どっから出てきたんだ。戦わないわけにはいかないようだな。行くぞ。まだねディリータとアルガスがいるんで。ディリータとアルガスいないとむしろ超きついし、これでちょうどいいくらいだよね。ちょうどいいっていうか、なんとかやっていける。で、どこまで進んでいく。今日街がいいんだよね。そうだ、思い出した。あの騎士の名はウィーグラフ。平民の中から募った義勇兵の集団、ムクロ領団の団長ウィーグラフ。あいつがムクロ領団の親玉。上にね、弓使いがいるんですよね。あれって前回から確か変わってたっけ。あ、変わってない変わってない。ディリータとアルガスはもともとナイトと弓使いで前回も来てたんで、このままのジョブで進んでいきます。ね、基本カウンターがないんでいいんですけど、ちょっとやっぱり基礎能力が高いよね。魔法は打ってこない。チャージプラス1、やべえな。28か。あの上にいる弓使いやっぱり厄介だね。車同士を先に始末したいな。正面から行って一発で倒せるか。95% の48、いけるね、余裕だ。ほら、 OK。 で、どうしようかな。後ろ取られたくないから、ここ多分ね、こうだと後ろ取られるんですよね。だからこう向いとこう。せめて横。ディリーター攻撃に入るまでもう一ターンかかるかな。アルガスちょっと自分でヒットポイントを回復しないとまずいけど、使わないね、ポーションは。35チャージか。これはチャージ1とかって結構コスパがいいからね。よし、 OK。 オートポーション、これで全回復。先に弓兵始末するのもありだな。2人か。あ、向こう行ったね。おお、チャージ1いって、オートポーション、ただマイナス5。
床にセッティングしてきたな。まあそうだよね、俺が動く前に魔法放つよね。あちちちち、オートポーション、これは全開したかな。22でさっき5食らったからトータルしてバッチリだね。24、いや強い。早々にまずいな。どうする、ちょっとこっち、こいつ強いんだよね。人々78あるからな、さすがないと。こいつ倒したいけど先にこの弓兵を始末しよう。ちょ、剣術ね、波動拳いけるんじゃん、もしかしたら。32か、殴った方が強いのかな。40、いけ、残るわ。まあいいや。でディリータ攻撃、あポーションか、攻撃してほしかったな。アルガス自分で多分回復できると思うんだよね。まあそこまでの、でも頭はないか。こいつずっともう回復し続けて、ディリータは攻撃をし続ける、これが理想だったけどな。こいつ殴りか。あ、またチャージ。あ、上まで来れないね。弓使い先に始末しとこう。いや待って、クロマ同士を先に始末するか。いや、オートポーションさえ発動してくれれば基本は大丈夫だな。で問題こいつ、上ディリータとアルガスに任せて大丈夫かな。床にやってくるね。チャージ1、おお、ガードいいね。チャージ1、基本多分膝つかないと回復してくんないからね。おーいいね。なんでいちいちこっちにさ画面が変わるので、殴れば倒せそうな気がするんだけどな。でも確実にこいつを倒しとく。魔法厄介は厄介なんだよね。いやでも確実に減らそう。ちょっと倒せなかったら嫌だしね。 87%、 ガーガードされた、ひでえ。いやミスってる、なんなの。いやアルガス攻撃かよ、これお前次食らったら死ぬぞ。まあ少しダメージを与えてくれたからよしとするか。多分次ディリータの攻撃で倒せるね。登っては来れない。いやめんどくせえこいつ。いった24、よし回復、いいね。死んだな、さらばだ。ただディリータで次絶対倒せるから。あいつはファイヤーとか基礎魔法は早いよね、発動が。炎症時間が短いから。あ、回復はなしか。で後ろから行けば、後ろは大丈夫でしょう。さてこいつが来るか。35、あチャージか。げっ、これあれじゃん、向こうまで届かなくね、ディリータ。あ、届く、倒せるやつから倒す。そうだね、よし OK。 タイマンか、いけそうな気はするけど OK。 これ発動しなかったらかなり厳しかったな。近づいてこい、よし。お、もうマジックパーないか。あ、マジックパー尽きたね。ではただの雑魚だなこいつは。うわやっぱり倒せないわ一発では。てかクロマ同士からさ、あれを吸収したいんだけど、魔法をクリスタルにして。タイマン戦これいけるな、リリタ倒せる。2発で倒せるよね多分。なぜ正面から攻撃すんだよ、横から行け、横から殴ってきた。ただの回復になるとは知らずにバカなやつよ。
そうだね、先にこいつを倒してクリスタル化したいんだけどな。宝箱は多分大していいの入ってないから。怠慢戦は完全にこっちに部があるからね。あそこからじゃ攻撃できなかったの？ OK、 あと1体どうする？まあ、反撃はされないけど後ろから殴っとくか。波動拳は距離取れるから反撃されないんだよね。てかもう一発で倒せるし。チャージはね本当にコスパがいいよね。発動時間もむちゃくちゃ早いし。いや倒そう。もうクリスタルとか待ってる時間がもったいない。まあまあまあ楽だったな。でこのまま次いけるか。3000円500円、アイアンソードいいね。朝の道具、まあ、ただ文句だからな俺。どっちがいいんだろう、強い武器を手に入れてナイトにした方がいいか。お前たちがムクロ旅団だってのは分かっている。伯爵はどこだ？さっきまでお前たちのボスウィーグラフがいた。やつはどこだ？この野郎なんとか言ったらどうだ。よせアルガス、いいかよく聞け。まもなくお前らムクロ旅団を皆殺しにするため北天騎士団を中心とした大規模な作戦が実行される。お前たちは死ぬんだ、一人残らず地獄へ落ちるのさ。盗賊にふさわしい末路だな。だがお前は幸せだ。ウィーグラフの行く先を教えれば命だけは助かるぞ。どうだ、お前にそんな権限あんの？アルガス、俺は知らん。言葉遣いに気をつけろよこの野郎。盗賊が貴族にタメ口聞くんじゃねえ。俺たちは盗賊なんかじゃない。貴様たち貴族はいつもそうだ。俺たちを人間とは思っていない。50年戦争でこの国のために命をかけて戦った俺たちを用済みになると切り捨てた。俺たちと貴様ら貴族に何の違いがあるというんだ。生まれ家柄身分ってなんだ。誘拐の上身の代金まで要求するお前らが何を偉そうに。伯爵誘拐は間違いだ。ウィグラス様の計画じゃない。我々は金目当てで要人誘拐など絶対にしない。じゃあ誰だ。お前たちじゃないとしたらどこのドイツだ。ギュスタブ。誰だそいつは。ギュスタブ・マルゲリフ、ムクロ旅団の副団長。リリータ詳しいね。まあムクロ旅団も一枚岩ではないっていうことだね。我々は平等な世界を築くために戦っている報告高き勇者、ギュスタブとは違う。で、そのギュスタブやらはどこだ。スナネズミの穴蔵。よそから来たアルガスにはわからないと思うが、スナネズミはこのドーターの北に広がるゼクラス砂漠にのみ生息するネズミ。ドーターとゼクラス砂漠の間に集落なんかあったか。今はないが以前砂漠の民の集落だった場所ならある。ギュスタブと伯爵はそこだな。どういうことだ。穴蔵はネズミの巣ってことさ。え、このままいける？一応セーブしよう。で、ちょっとさっき手に入れたアイアンソードだけ見てみようか。攻撃力とかって、攻撃力6で、通常ブロードソード装備してるよね。これ攻撃力5、4、あ違った、ロングソードか。みんな1上がってんのか。1がどれくらい攻撃力上がるかだよね。ミスリルナイフってちなみにどんくらいあるの。あ4か。タカは3。なるほどね。ただね、ナイトって
アビリティが使いづらいんだよね。モンクのアビリティはだいぶ有用だけど、なんか覚えられるか。587もある。あ、そうだ、こっちで地裂弾覚えたかったんだよね俺。チャクラも悪くないよな。チャクラ先に覚えるか。ツボに気を集中して潜在能力を発揮し、ヒットポイントマジックパワーを回復する。これ自分に効果あるよね。自分中心効果に。いや覚えちゃおう。で地裂弾はね、射程4方向、効果8、垂直に、一直線の、なんていうの、射程が長いんで覚えたかったけど、まあもうちょっと文句できますか。じゃあはい、ここは1人、これなしでいけるよね。ゲーダメなのこれ。全員除名したらどうなんの。じゃあちょっと待って待って待って、さっきセーブしたからちょっと1回戻って全員除名しよう。じゃあちょっと除名していきます。もうさよなら。もう一度考え直してみないか。あ、さよなら。君らバイトはもう必要になったら雇うよ。そんなこと言わないでよと。もうはいはいはいもはや聞く耳持たない。よし、これで3人になったね。で、そう、ディリータにねアイアンソード装備させました。まあいいでしょう別に、多分すぐ買えるようになるし。じゃあこれで、ゼクラス砂漠に行きたいと思います。で、これでゼクラス砂漠かクリアできなかったら、まだ別にセーブしてないんで、そのままバイト君たちと一緒にレベル上げをしましょう。またあと有用なアビリティとしては、まあ、白羽取りとかだよね。白羽取りは発動すれば物理攻撃がゼロになるんで、まあ、回避できるやつですね。おい聞いたか、北天騎士団が本格的に動き出すらしいぜ。俺たちは一体どうなるんだ。殺される前に足を洗ってどこかに逃げるしかないな。ウィーグラフに従っても死んだけ。これ何、ウィーグラフ派こいつら。ギュスタブの計画通りに伯爵の身代金さえ手に入ればこんな生活ともおさばら。大変だ、北天騎士団のやつらだ。あ、一人文句みたいなのが隠れてた。他の奴らに悟られる前に見張りを倒せ。あ、見張りかこいつら。所詮はこっちのが圧倒的不利な数だな。自分奥だね。うーん、アルガスどうだろうな。ディリータちょっとあっち一人で任せよう。扉のところに塞がれば集中攻撃を食らうことはない。こっから攻撃できるね。ちょっと弱いけど、まあ、ゼロよりはマシ。出てくるか、先に出てくるか。30、おお、いいね。弓使いいるのか。でもえ、いける。うおー、完全に弓だ。自動球はね、あの直線的にしか飛ばないから障害物があると当たんないんですよね。それにそれと違って通常の弓はこう、なんていうの、いわゆるボウガンか、あの自動球っていうのはボウガンなんで直線的にしか飛ばないんですけど。投石14、結構食らうな。めっちゃ集まってんだけど。いやー、2発かかるか。あと1体ずつ確実に倒していく。ディリーターをこいつと怠慢だな。アイアンソード、いいね。装備させたからこいつを始末すれば多分裏側から援護に来てくれるね。こいつはここで詰まってるな。オッケーオッケーオッケー。あれが本当だったら回復してほしいんだよね。こいつ食らってオートポーションで後ろを取ってこいつを倒す。アルガスの15がやっぱり効いてるな。
いや弓、おっディリートか。大丈夫か、体当たり。まあ、この文句は多分倒せるよね。レベル上がったけどさ、それで防御力が増えるとかなんないかな。大丈夫かな。よし、 OK。 文句対文句。30を超えなければね、オートポーションで回復できるからいいんだけど、アルガスがどこまで持つかだよね。あ、アルガスチャージでも覚えさせとけばよかったな。よし、でディリーター、これ後ろ取って横かよ。まあいいか、 OK。 で多分あの弓使いディリーターに任せよう。アルガスはあと一発耐えられる。ベクター、どっちに来る。アルガスに来るか。まあ、こっちの方が人目と減ってるからね。 5! クリティカル34。どう、一発で倒せる。20。え、こいつ何強くね。まあいいや。あ、アルガス集中攻撃食らって死ぬなこれ。あ、死んだ。まあまあまあ、だいぶ役には立ってくれたからよしとしましょう。オートポーションなし。いけ、マジか。ただ大して食らわなかったな、こいつ。なんだろうね、硬い割には攻撃力も弱い。でディリータ、いいね。 OKOKOK。 ベクター、ベクター対ディリータか。20は食らうよね、結構食らうよな。え、どっちだ、こっちが倒せるやつか。ゲー、ガードされた。マジですかい。30、いえ、マジか。オートポーション3回発動してないときついな。ポーション案件かこれは。よし、あ、てか食らわないとそもそもオートポーション発動しないからね。あいつほっといてもいいかもな、最悪で。弓はディリータで、いけ結構ミスるね。横、なんなの。これもう回避できねえわ、盾を持ってないからね。よし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 、文句の攻撃入らなかった。これ回復してくれると、うわ、回復してくんねえし、超うざいんだけど。41、ゲッ、どんだけガードしてくんだよ。食らった。ただ次で倒せる、文句が来なければ。いった、死んだ。マジか、クリティカル食らった。いや、もうこれちょっとディリートだけだ、無理だ。マジか。ではゼクラム砂漠リベンジですね。一応勝てなくはないと思う。でアルガスはね、チャージプラス1を覚えさせて、でラムザもね、結局チャクラ使わなかったんで、そのままアビリティポイント取ってあります。やっぱり次は地裂山を覚えましょう。スナネズミの穴蔵
まあ、もう会話はカットっていうかもうそのまま飛ばしていきます。で攻め方的にはさっきと同じ方向でいいと思うんだよね。ラムザはアルガスの方向へ進んでいく。あとはディリータの動きがどうなるかだよね。タイマンでまた倒せるかどうか。もうちょっと貯めてね、精神統一を装備させたかったけど、そこまでのジョブポイントはアルガス溜まってないんで、これ銃当たることによって多分2発で倒せるようになると。ラムザの攻撃がで、これラムザ狙ってくるよね。ここら辺は攻撃パターンが同じだな。ただしオートポーションが発動しなかった。ちょっとオートポーションの発動率が落ちてるな。ガードしてる、あいつ防御してるね。で横から行ってちょっとヒットポイント減ってきたらやっぱり回復優先させよう。ハイポーションはね使えるんですよね、覚えさせた気がするから。36、だからさっきと違くね。さっき30しか当たんなくなかった。多いね。何ポーション使ってきたか。ちょっと行動パターンが変わっている。6しか減らしてないってことじゃん。まあ、ただ全回復されてるわけではないんで。いや無駄だよ。モンクの方を攻撃してほしかったな。これだったら投石で逃げるか多分。逃げてったね。波動拳まあ多分越さないと思うんだよね。ガード、あれガードなんてしてたっけさっき。まあいいか。32だから2発でけクリティカルでも変わんねえんだけど。で動かなければ次行動順が速くなるんで。こっちはもう完全タイマーに入ったな。弓どこまで来る。体当たりしてきた。ポーション発動しろ。よーし、これで全回復にはなったよね。数を減らしたいからな。27とか超やべえんだけど。うおポーション、ここはもうポーションと攻撃合戦だな。ディリータがちょっとずつ減らしていつか倒すのを待つ。アルガス、うん回復だな。これは正しい判断。まあ少しでもおとりとして投石。よし、お前はもうどっか行け。2発食らったら死ぬから、あと1回回復してデコヒとして役立ってくれ。火力はそんな高くないからね、そもそも。でも後ろから狙えば文句倒せるんじゃね。 OK。 ナイトはねやっぱりこの硬いよね、盾とか装備してたりするから。でもディリータこれでさ経験値稼ぎにはなるな。いいね、ナイスだ。アルガスはアルガスでこのまま逃げ続けろ。投石4、弱っ。こいつさポーション何個持ってんの敵って。
個数決まってんのかな。ずっとこのパターンだ。さてじゃあどっちを攻撃するか。こいつは減ってないやつだよね。じゃあここに立って波動拳が後ろまで貫通するかどうか。てかいかにしても波動拳40でしょ、攻撃も40なんだよね。変わんねえ。数を減らそう。まずはあいつも完全に逃げ出したな。ただダメージを食らう心配がなくなったんで、こいつでも攻撃が弱い方か。さっきの硬いやつやったら硬いやつで、こいつもアルガスのところには来れないから、うわ2発分食らったらちょっと自分で回復しよう。ディリーターレベル5にはなってほしいな。なんかここであれでも次倒せる。ちょっとずつダメージ与えてって。アルガスもこいつ攻撃するね。いや無駄なんだけど、これアルガスに任せようかな。あの弓使い、そうだね任せよう。俺はもうちょっとナイトに専念する。さっきよりは全然いいパターンだね。35、36当たるからね。これでディリータもこの文句を倒してようやく合流できるな。先にどうしよう、こっちに行くか。後ろは取れない。横、あーここダメか。正面で何パーセントだ。78かー。まあいいや、よし逃げてんな。こいつだと後ろ取れば多分倒せる。オートポーションふけやばい、ラムザ食らうか。食らうね。これポーション発動しなかったらまだ大丈夫。だから敵の攻撃力が30を超え出してくるとちょっと厄介だよね。まあ、そしたらハイポーション売り出してこないかな。これでナイトは倒した。ディリータ文句倒して、でディリータに奥のナイトは任せよう。もうこのままよし、ジョブレベルもアップ。と言ってもナイトは微妙っちゃ微妙だっけ。攻撃しない、遠すぎるかあの弓が。20何気に痛いからね。回復できなかったら相当痛いからな。もうあいつはディリータだな。でこいつ外におびき寄せてガード、なんか鬱陶しいからやっぱりこの弓は倒そう。先にこいつを倒す。であるが35はさすがに食らわないから、防御してるだけあって硬いな。でディリータが次攻撃範囲に入るか。こいつはもう戦意喪失している。たかだかここパクられそうってことは、ガー40クリティカルが出るとマジ痛いよね。パクられた。中身何だったんだろう。中身分かんないからね。クリスタルにならないね。あと一発で倒せる。ただでディリーターでこのナイトを倒してガッマジ硬いで、ちょっとでも経験値稼いでくれ。攻撃は来てくるよね。後ろ取れるよねあれね。オートポーション、レベルアップした。
で、これは、高さ2だったら攻撃はできるはずですけど、高さ3になるとちょっと怪しいんだよね。よし、これでラムザもレベルアップ。レベルアップするときのね、そのパラメーターの伸びの補正率っていうのがあって、今ついてるジョブで変わってくるんで、なるべく補正率のいいやつでレベル上げしたいんだけど、そこまででも気を回してられないからね。予想外に手間取ったな、確かに。まあ、確率が左右するからね、絶対無理だっていうわけではなかったから。2200の500ハイポーション、よし。ブラインナイフ、また新しい武器をゲットした。あと物語が進んでいくと、街で売ってるショップの品揃えが変わっていくんで、なんかちょこちょこ顔出したいけど、こっからは戻りたくないな。てかドーター行ってなくなかった？あ、ドーターにあれはないか、ショップは。わかんねえ。どうだギュスタブ、いい加減に観念したらどうだ。特に固有のグラフィックではないな。貴様の革命などうまくいくものか。俺たちに必要なのは思想じゃない、食い物や寝るところなんだ。それも今すぐにな。お前は目先のことしか見えていない、重要なのは根本を正すことだ。貴様にそれができるというのか。無理だよウィーグラフ、貴様には絶対できない。言いたいことはそれだけか、ギュスタブ。分かった。あ、伯爵が右にいる。うわ、ギュスタブはこいつが倒してくれんのか。ウィーグラフ、伯爵様、動くな。伯爵殿は無事だ、イグーロスへ連れて帰るといい。どういうことだ。伯爵殿の誘拐は我々の本意ではない、我々は卑怯な手段は使わないのだ。このまま私を行かせてくれたら伯爵殿をお返しするがどうかね。俺たちにかなうとでも思ってるのか。強気だな。う、行かせるんだアルガス。放っておいてもムクロ旅団は全滅する、わざわざ危険を犯す必要はない。大丈夫、弱っているだけで特に外傷はない。イグロスへ戻ろう。お、でゼクラス砂漠、ちょっと待って、貿易都市ドーターでさ、ショップやっぱあるね、見ときゃよかった。まず酒場、ちょっと情報収集、何か変わってるかな。噂話、多分ここら辺変わってないよね。ちょっとショップ見よう。しくじったな、試着室を見て3人と、悲しすぎる。だ、特にないな。ナイト系、あ、バックラーがあったのか。まあ一応装備させとこう。3人しかいないから別にお金は余るからね。ゲーヒットポイント16も上がるんだったらさ、やっとけばよかった。2700円、それなりに金かかんな。ロッド系か、バックラー1個、ちょっと予備を持っとこう、ラムザ用に。ここら辺の赤ずきんとか装備できねえのか、文句。あ、違う、ナイトの装備の方が強いんだ。いっか。じゃあ、スモールマント、これ欲しいな。何パーセントだ。 10% か。物理10、魔法10、一応1個装備しとこう。基本街で行こう、やっぱり。あ、ハイポーション売ってんじゃん、200円か。まだポーションでいいかな。10個で2000円、ちょっと買っとこう。ポーション自体は33個。まあハイポーションも買い込んだからな。よし、 OK。 でちょっと編成を確認して、寂しくなっちゃったけど、758、ちょっと地列弾を覚えよう。 OK。 あと連続剣ってどうなんだろうね、なんか強いのかどうか。ここら辺は状態異常なんで死の宣告とかでしょ。チャクラ、チャクラも覚えたいよな。蘇生はそもそも仲間がいないからいらない。ハメドルもね、まあ、ちょっと高すぎるっていうのがあるけど、風水師になれるようになってます。もうでもハイポーションか。ハイポーションっていくつ回復するんだろう。
で、ディリーターをね、ちょっと変えたいは変えたいんだよな。かといって、鍛えてもしょうがないしね。いなくなるから。もちろん、アルガスもいなくなるし。弓使い336か。精神統一欲しいんだけどな。一応、精神統一目指しますか。ま、そんなわけで、じゃあ、今回はこれで終了して、次は、イグロスへ向かうところから始めていきたいと思います。一応ガリランドも寄って、まあ、ショップが変わってるかは見ていきますかね。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。